今さら人に聞けないけど本当は始めたい30代後半から始める競馬初心者講座。さあということで今回はですね、我々鬼越トマホークは競馬初心者なんですが、ね、めちゃくちゃ競馬やってそう顔とは言わないですけどね。見た目はね、確かに、はい、ただ本当に本当はやりたいんだよ、うん、だけどもう30後半になって初心者だとこうどっから手をつけていいかがわからないんですよね。だから俺らも全く無知なんで、今日はちょっとその競馬を詳しく、説明していただきたいなと思いまして、はい、こちらのゲストをお呼びしました。お願いします。マテリオです。お願いします。お願いします。来ました。ありがとう。仲間が増えます。仲間が増えます。競馬仲間が。競馬仲間。同期のマテルロ。はい。いやもうこれはね、もう誰がいいですかって言われた時にすぐマテルロって言いました。はい。本当に。やっぱり最近やっぱもうツイッターとか SNS 見てても、うん、やっぱやってるよというアピールがすごいもんね、やっぱり。アントニーはさ、うん、そんなに競馬歴自体は長くない。いやマジでその、このコロナ禍でハマったから。何年ぐらいじゃん。だから、まあ、今の1年終わって2年目かな。2年目。そうそうそう。だからちょうど30ぐらいからハマり始めた、うん。そう、マジで。もうだからさ、結局さ、まあさ、土日にさ、父親とかが競馬めっちゃ見てたじゃん。で、俺なんでこんな、なんなんだろうと思ってたけど、もう今めちゃくちゃ気持ちわかるもん。あ、そう。もうだから俺土日営業とか行きたくないもん。家にいたいもん。競馬見るために、ね。もうめっちゃわかるわ。土曜に、もうジャンポケ斎藤さんを見て、はいはいはい、で、日曜にも大悟を見るっていうの、これがルーティーンだから、マジで。キャプテン渡辺さんも出てない。いやいや、キャプテンさんマジ最高だから。すごいよね、すごいらしいよ、ね。いや、正直やっぱキャプテンさんに対して芸人としてのリスペクトはないじゃん。うん。でも、そんなもん。でも、馬券師としてのリスペクトは俺大いにあるから。いや、いい。大輔は、はい、これが、ね、オートニーね。まあまあまあ、まあ、いいけど、オートニーは。俺はもうなんで同期がオートニーって呼ぶことをやめるんだ。まあまあまあ、時は大の先輩後輩だからね。俺はね、でも5、6年ぐらい前からちょこちょこやってた。やってたね、やってた。やってた。アントニーの歴は長い、ね。そうだね、がっつりハマったのは、まあ3年前ぐらいかな。うん、3年前。毎週土日やるようになったのは3年前ぐらいから。なるほど。ね、コロナ前ぐらいか。コロナ前ぐらいからやり出したかなって。ね、やっぱりね、特にもう、ここ1、2年でもう競馬が流行りまくってんだよ。そう。もう、そう。もうまず、馬娘ね。ああ、聞いたことある。馬娘。そうそう、馬娘ね。もう最強ゲーム。あー、はい、はい。もう全員やってます。いやいやいや、俺らやってないからさ。俺、全員やってない。でも、話を聞いたことある。馬娘がとんでもない。馬娘ってあれだよね、そのなんか、あれじゃアイドルというか娘になったんだよね。そう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 。そうそうそう、馬が。で、今までのこう有名な馬とかが出てくる。そうだよね。まああと有名な馬だとディープインパクトとか聞いたことある。はい、僕らはだから僕らの知識が、うん、多分ディープインパクトで止まってるんですよ。なるほどね。なるほど。だから今現在の主流の馬があんまり分かってない。うん、だから一昨年やっぱそのね、はい、血統のコントレール。コントレール。もう日本中に夢を与えてくれたコントレール。ディープインパクトの血統なんですか。そうそう。はいはい、がもう三冠馬ね。え、それは息子みたいなこと？そう、子供。ディープインパクト子供。そうそう。そう、もうディープインパクトの子供めっちゃいるから。あ、そうなんだ。一夫多妻みたいな。まあもう、そう、もう馬はもう、馬はそうなんだ。今の競馬界をもうほんと席巻してるのは、ほんとディープインパクトの子供たちだから。うん、え、あ、ディープインパクトの、ディープインパクトの子供たちがいろいろ物語を展開して。コントレール。うん。で、ビクターの子供。いやいや、俺の本当の父親の名前やめて。ビクターの子供。俺のアメリカ人のプロボクサーの。ビクターの子供もアントニー。いや、ビクターの子供もアントニー。ディープインパクトの子供がコントレール。ビクターの子供もアントニー。で、今の父親の名前、マスミ。やめろ。やめろ。俺マットと全然ないから。マットと俺マットと兄弟じゃねえから。マップつながりで言ったらね、ソダシもいますから。いや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 、ソダシ。ソダシってあるよ。真っ白な。真っ白な。え、いや、でも白毛馬。白毛馬白。ね、白馬。白馬。そう。そんなのいい。で、白馬ってなんかこう、競馬の歴史上、やっぱりちょっとあんまり強くない。勝てない。勝てない。勝てない。あんまりその有名なレースで白馬見たことないもん。でもソダシは、もうそれで勝ったりして、今勝っちゃったの。もうその、もうアイドルというか。あ、じゃあもう本当に白馬でもう唯一ぐらいの。そうそうそう。だから全然競馬とかに興味ない女の子からが、もうソダシめっちゃ可愛いから、こういうみたいな感じで、もう100円だけ単勝買おうとかもめっちゃある。ソダシブームも来てるね。そうそうそう。え、カルーララブームとどっちが来てる？いや、懐かしいな。どっちが来てる？全然来てない。どっちなんだろうなぁ。どっちなんだろうなぁ。さっと答えてくれよ、それ。いや、まあそもそもね、競馬僕知らないから、馬券の買い方とかも全然わかんないのよ。
どうやって買うの？買い方もやっぱね、コロナで変わってきてるんだよ。え？コロナで変わってきてる？やっぱコロナで今、うん、その、競馬場とか、うん、こうウィンズとか、うん、あの、場外馬券場みたいなのがあって、人数制限あったとか、入れなかったりしてたから、うん、で、これでも、PC とかパソコンとか、携帯とかスマホとかも変えちゃうんだよ。うんうん、あ、携帯で買えるんだよ、うん、買える。スマホで買えるんだ。で、あの、指定のね、JR の指定の口座があると、うん、もうほんと、今日、今、登録したら今から買える。めっちゃ便利。すぐ買える。もう即パッと今俺入ってるから2秒で買います。2秒で買います。俺は今2秒。もう秒ログインしてお金も入れてるから。登録に時間かかるんじゃないの？あ、最初ちょっとだけ。ちょっとだけ。そんなに難しいことはない。うん、ただ登録したらすぐ買える。しかも100円から買えるから。うん、あ、めっちゃ欲しい。俺はもちろんさ、何回か競馬場とか場外馬券場行ったことあるけど、うん、で、めっちゃ楽しいやん、雰囲気。ただ、ね、信じられないぐらい列並んでるよ。あれ、並ばなくてすぐ買えるってことでしょ？そう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 。なるほどね。もう自分のタイミングで、前日からとか買えるし。あ、うん、あれ、前日からも買える、買える。それ大きいレースだと、G1 とかだと、前日とかからも買えちゃうから。もう鉛筆なくて焦ることもない。ない。でもまた、ウィンズとかの感じもいいんだけど、ね。わかる。今マジで、ウィンズ行ったら若い女の子。別そう。カップル、ね、カップルとデートで。競馬ってそんな感じなんだよ。もう、この昔のイメージじゃない。もう、若い人ばっかや。もちろん若い男もいるし。男もいるし、女の子だけで来てる人もいるし。まあでもさ、馬券ってさ、うん、買い方がいろいろあるじゃん。まあ、正直ね。何種類あるでしょう。何種類ある。もう、あれ、馬券はもう買い方が全てです。あ、そう、ね、もう、これはね、やっぱ上手い人はもう買い方が上手かったりとかするから。それは上手い人の買い方とかではどう？まあでもそれはやっぱりね、まずいろいろ学んでいかなきゃいけないので、うん、もう初心者は、もうまず単勝。もうよくわかるでしょ。一着当てる。で、あと副賞。副賞。まあこれは基本まあ3着以内。うん、あ、じゃあ、1、3、9だったら、その3着、3場がどっかに入ればいいけど。そうそうそう。そうそう。ヒットでしょ。1番の副賞買ったら、うん、1番が1着、1着、3着のどっかに入れば、そういうことか。3着とも入んなくてもいいんだ。そうそう。俺初めて知った、それ。で、あとはもうワイドです。ワイドが一番わからない。ワイドは、だからまあ15頭、じゃあまあいるとしましょう。はいはい、したら、その中から2頭選ぶの。2頭。例えばじゃあ5番と10番。はいはい、その2頭が3着以内に入ったら、その馬券が当たりない。だから、1着3着でもいいし、1着2着でもいいし、2着3着でもいいっていう。めっちゃおもろいやん。で、ワイド、だから、マジで。ちょっと、あ、まあ、あれなの、うん、当たりやすい。まあ、当たりやすい、当たりやすい。もちろんワイド当たりやすい。そういうことか。ワイドおもろい。初めて知ったわ。ワイドおもろいね。ワイド面白いよ。ワイドを、うん、名前は知ってたんだけど、うん、こう、ちゃんと説明受けたのは初めてだわ。うんでもう今さら聞けないのよ、30後半ってワイドって誰に聞いていいかわからないから、うん、これあと、うん、実際予想の仕方ってどうやってやってるの？まあ、これはもう人によります、まあね、本当にもうだからいろんな人にだからそのさあのオカルトみたいな人もいるし、あ、うん、今日は何月何日何とか賞、これはあ名前的にこの名前なんかもう自分で因果関係見つけて買う人もいるし。自分の誕生日とかそういう買う人もいるし。そうもういるし、名前が可愛いもいるし、あと俺みたいに有名な予想家に丸乗っかりの人もいるし。なるほど。これはね、でも珍しいタイプなのよ、アントニー、うん。だってみんなさ、大体自分でさ、予想するのが楽しいじゃん。ここが一番ほんと楽しいよね。うん、競馬をやるよう置いて。でも珍しい。え、うん、アントニーは誰に乗っかってんの？メシウマ。まあそういう予想家の人、大竹。大竹予想家の人がいる。まあまあ何人かいるんだけど、その予想、5人の予想を照らし合わせて、見えるの、たまに光が差すの。この全部が光って、これだっていう。パズルやってるみたいな。うん、そうそう。で、俺だけずっとクロスワードみたいな。そう自分で組み立てて、うん、これだっていうのがこれだって、ね、光がピカーンと。そしたらもうそこに。確かに、それだと、最初初心者でも、あ、そう。光ってやりやすい。そう。そうするとだんだん自分の予想をしたくなる。そうか。でもさ、結構さ、乗っかられるの嫌がる人もいるじゃん。もう、みんなが乗っかってきたら、いや、もう当たんなくなっちゃうから、みたいな。ジンクスみたいな。だからまあ、その予想家の人はあれだけど、だからプライベートとかでさ、結構競馬得意な人がいるじゃん。はいはい、とかに俺も乗っからしてもらってたら、いや、アントニー乗っかってくると、ちょっと勝てないからやめてみたいな。そんなん結構競馬が強い。あるあるというか。あと、俺とかはもうほんと前日、勤労とかに、ほんと一人で酒飲みながら、その馬を見て、
その前走ったレースを全部見れる、うんうんうん、ああそういうことやな。で例えば前のレース7着でしたこの前、はいはいはい、6着でしたとかあるじゃん、うん、でもレース見たら6着だけど惜しかったりするの、はいはいはい、ギリギリの6着、うんうん、同じ6着でも違かったりするから、うんうん、そういうの見つけるとなんかあるじゃん、こう M1 とかでもさ、うんうん、あの、うん、同じ準決勝敗退でもさ、うん、滑ったりするみたいなさ、うん、だからまあダークホースよね、うん、そういうのを酒飲みながら見て、まあ、こいついいな、こいついいな、なるほどね、で次の日を切ると3連打360点とかになってるから、いや、多すぎ、多すぎ、多すぎ、360点で100円かけたとしびっくりした多すぎ、多すぎ、酔っ払いすぎるとね、まあ、でそこからまた削るとか削ってってね、うん、まあじゃあちょっと、まあ、今も十分話だけど、うん、やっぱ競馬の魅力をちょっとね、なんでお互い30歳ぐらいから頑張ってるの、俺らも30後半からだけど、うん、やりたいの今からでも。俺はもう明確に1個あるの、うん、俺はウィン5を分かる。ああ、ウィン5、あれでしょ、ジャイさんがよくやってる、そうそう、ヤフーニュースになるやつでしょ、指定した5個のレースの1着を全部当てると当たりです、うん、最高だと5億5000万とか、うん、うわ、すごいね、すごい。で、これ俺ね、うん、1回だけだけど、うん、俺1点だったことあるの、1点しか買わない。超すごいから。これ、マジで、あのね、知ってたらやばいと思う。それでも、宝くじで言ったら、本当に1枚しか買ってない。だからよくさ、3連単って言うじゃん。はい、だから、ウィン5 1点になってるって、5連単を当ててる。だから、1個。それ1回しか買ってないですよ、当てたの。たまたま買ってて、俺結構前月に買っちゃったりするから、はい、買ってしたら100円余ったの、うん。何に使おうと思って、あ、ウィン5ってやったことねえなと思って、1点買ったの。うん、で、俺それすら忘れてて、で最後終わってみたら当たってて、当たってた。でまあその時そんな大きい額じゃなかった、でもそれでも14万とか、100円から100円で、すごいね。そういうなんかこう、それはこれでもこれで14万ってって、まあまあまあそこの魅力だよね。そ、まあ、そっから1回もウィンファイブ当たってるけど、ね、まあそのぐらい難しいんだよ、ウィンファイブって。なるほどね。それがじゃあまあハマったきっかけというか、そうだな。俺はそれがもうウィンファイブにやっぱ夢ある。夢あるね、ウィンファイブは。これアントニーは、まあ僕はですね、やっぱもうこのコロナ禍ですね。やっぱそれで外に出れなくなって、なんかやっぱそのもう大人の趣味ってなったらなんだろう、まあ釣りとかゴルフとか、まあ競馬とかこういろいろ考えたときに、ちょっと競馬にハマってる友達とかいて、やってみたらめちゃくちゃ面白いなって思う。そうですね、一発目やったときにこう何当たったときが嬉しいの。いや、でも自分のそう、まあ予想したのか、もちろんそうなんだけど、俺は別に最初にめっちゃビギナーズラックで当たったとかじゃないけど、一緒にやってた友達がマジで4000円が18万ぐらいになったの。なるほどね。それを、うわ、いつか俺もやりたいな、そんなのっていう方から、うん。だから、今、コロナ禍で、もうスマホ1台で始めちゃったら、うん、実際、行った時の感動が倍、うん、3倍、4倍、うん、5倍ぐらいになる。なっちゃうね。ちょっとずつで、ちょっとずつで。ちょっとさ、ざっくりと説明してもらっただけでも、もう買いたくなってたな。まあまあね、これはちょっと。レースを見たい。あとさ、やっぱ、競馬場に実際行った時に、うん、あと我々お肉とかってやっぱグルメなんですよ。なるほどね。なので、なんかご飯とか、うん、そういうのさすがに美味しいものないよね。うん、いや、それがね、ありますよ。おい、ありますよ。あんの？あります？あんの？そんなことない。だって、ご飯屋さんじゃないんだよ、競馬場っていうのは。アメリカンドッグとかのイメージでしょ？あるけど。マジで何でもあるから。うん、え、競馬場？競馬場に？ピザとかあるから、ね。え？そんなおしゃれなやつ？ピザ、パスタ。パスタ。あ、そう。で、一番すごいのは、うん、まあ、俺は東京のさ、府中とかさ、うん、東京競馬場、うん、中山競馬場とかなんだけど、うん、寿司屋あるからね。寿司屋？寿司屋？え、握ってないでしょ？握ってる、握ってる。握ってる。もう、だから、やっぱ、もう勝った証よね。証だね。ほんと、すごい、中トロだけのなんか、寿司みたいな。樽に入って。ちゃんとこういうオケみたいなのに入ってて。でも、勝って寿司は、もう一番こう、人間らしいよね。一番人間らしい。ザ・ヒューマンだね。ザ・ヒューマン。え、じゃあ、ほんとにさ、それこそ、女の子の知り合いもそうだけど、うん、外国から来てる人を連れてくる。寿司があるんだったら、ね。寿司もあれば、うん、そう、もう、その、もう、じゃあ、もしね、負けちゃっても、格安のお蕎麦とか、ああ、なるほどね。ラーメンとか、うどんとかもあるし。煮込みは美味しいっ
ね。そう、酒のつまみも、ね、多いもんね。いっぱいある。お酒も置いてるの？お酒も置いてる、置いてる。最高だね。今の時期がどうかはちょっと俺もわかんないけど言ってないから。お寿司屋はさ、その買った人だけが食べれるわけじゃないでしょ。食べれない人だけ大丈夫。そうじゃない。そうじゃない。そういうわけじゃない。だから別にもうね、負けて、やけくその寿司もあるから。寿司もあるね。うん。あ、そう。あの、負けた後やっぱ、めっちゃ食ってる人見るときは、カツ丼とラーメンとか出てる。とりあえず食っとこうね。あと、やっぱカツカレー率は高いよね。ああ、ね、それはね、それはね、その前なんでね。まあ、何食ってもうまいと思うよ。でも、だから、それこそ、子供とか連れて行く人もいるしね。あ、そう。うん、いるいる。あ、じゃあ、金ちゃんなんかファミリーがね。動物園感覚で行けるの。馬も見れるし、見れるし、ご飯も食べれるし。うん、中にはいるしね、馬券は買わないけど、馬見たいとかいう人もいるし、うん、とか、そういうなんか、家族でお父さんで買っててとかもやって、ご飯を食べててとか。確かに遊戯場みたいなのあったわ。昔一回だけ行った時に遊戯場、子供が遊ぶ。そうそうそう。さあ、ということでですね、今ね、競馬を学んできましたけども、はい、本日の動画はですね、JR レーサーとのコラボということで、はい、いろいろね、勉強させていただきましたけど、競馬はあの土日に、ね、はい、テレビの放映があるみたいなの で、はい、で特にあの G1 レースが日曜日に、うん、はい、あるということで、まあ、皆さんもね、ぜひね、テレビを見ながら観戦してね、競馬を楽しんでいただきたいなと思っております。はい。はい、本日はね、マテンのゲストに、お呼びしまして、競馬を楽しく教わりました。はい、入門できました。はい、皆さんもぜひね、まあ、僕らも30後半なんでね、はい、こっから競馬始められますので、ぜひ皆さん楽しくね、競馬やりましょう。ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。